僕はヘッポコ社長の付き人。今日は CBX 新駐番長官の紹介。僕の CBX につけてみてんけど、どんな感じやろう。ちなみにこれ、液パイは35パイ、間は421。マフラーの素材はいろいろあるけど、何が違うかというと、アルミ、真鍮、鉄、金属の素材によって硬さが変わり、響き方が違う。ちなみに真鍮は楽器にも使われている金属です。走行動画も撮ったから流します。チャンネル登録といいね、コメントもくれたら嬉しいな。